ねがーい、タイムジン、どうもようジンです。はい。ということで、すいません。あの、昨日ね、今日はちゃんとした動画あげると思います、みたいな,な。あげるつもりですとか言ってたんですけど <laughs>。またね、ちょっとね、ちょっと思い通りに動けず、はい、今日もちょっとね、また、えー、ちょっとね、短めの動画になってしまうんですけど、本日はこちら、阪急メンズに行ってまいりました。はい。 えーと、リブートのね、オーダーのやつですね。を、受け取ってきたんですけど、えっ、ー、と、まあ、ちょっとね、これ <laughs>、開封配信みたいな。ほんは今日やりたかったんですけど、今日ちょっとね、あーわ、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 わ。今日ちょっとね、なんか、いや、今日、うん、調子微妙やな。まあ、体調変わるわけじゃないんですけど、なんか、あんまいい感じに配信できなさそうな予感がしたので、ちょっと今日は、<laughs> あの、見よっ、見よ、あの、見よ、 らせてていいただいてちょっとね、あのー、リブドの開封はまたなんですけど、えっ、ー、と、ちょっとね、オーダーのやつじゃなくて、オーダーのやつじゃなくてですね、えー、とはい。こちら。じゃじゃんと。はい。えっ、ー、と、購入をしのがしてしまった。 リブートドッツの新色ですねはい。これがね、あの、半球の、半球メンズですね。には、ありましてですね。で、ハンキューメンズで買うとね、この、お尻のシールが付いてるっていうね。あの、この、何 <laughs> えっと、商品のね、シールが付いてる。これはあの、公式のやつはね、このシール付かないんですけど、はい。ハンキューで買った証拠のやつですね。で、はい。あの、在庫がね、 あったんですよ。なので買っちゃいました。あの、ネットでね、買い逃したときは、いやもういいかなとかって思ってたんですけど、ね、もうドットやから、まあ普通のリブートはちょっとちゃんと揃えときたいけど、ドットのやつやしもいいかなとかって思ってたんですけど、やっぱね、実物見ちゃうと欲しくなっちゃって、いや、まあもうあるんやったらもう買っとこうかなと思って、はい、結局買ってしまいました。まあね、可愛い,いです、やっぱり。<laughs> なんかね、ちょっとね、 自分の中でスネも入ってたかもしれないですね。ね、もう,もう手に入らないやったらもうええわ、みたいな感じで。なんかね、ちょっと、スネちゃってたところがあったんですけど、まあ、やっぱり、うん、欲しかったんかなって感じですね。<laughs> そう。で、ね、あのー、エッジさんもその日、えっ、ー、と、これが発売した土曜日にね、行こうと思ってたのにちょっと体調崩していけなかったっていうので、買い逃してたんですけど、なんとね、半球にお在庫がありましたね。 はい。で、これ全シリーズね。あのー、どの商品も取り扱うわけではなくて多分。人気商品だけとか。でも、リブートは基本取り扱ってたのかなあんまり半球に行かないんでわからないんですけど。うん。いや、まさかこれあると思わなかったんで、ちょっと嬉しかったですね。はい。で、えっ、ー、と、これまあ、これも開封はね、ちゃんとっていうのは、 いつのタイミングでしょうかな。まあちょっと開封配信とか、また次やるんやったらその時にかなとかって思ってたんですけど、一個だけ、まちょっと履きましょうか。えーと、どれにしようかな。そう、これかな。この色一番人気っぽかったん、ね、で。あのー、他はね、この二つは S サイズあったんですけど、これだけね、もう S サイズがなくて M からしかなかったんですよね。なのでまあ仕方なく M を購入しました。これもね、S だったり S 欲しかったんですけど、 まあまあ M でも僕全然いい感じに履けると思う、ね。まあむしろ今の大きだったら M の方がいいぐらいだと思うんですけど。はい。じゃあこれちょっと開けますね。えーと、これカラー名何なんかなちょっとまた次の開封までにちゃんと調べときます。はい。えーと、何やろうなターコイズブルーみたいな感じなのかなに、オレンジでドットが入ってる感じですね。 いいですね。かわいい、やっぱり。うん。これもね、あの、やっぱネットの写真だとあんまりドット感がわからなかったんですけど、実物はね、結構しっかりドットが入ってるデザインですね。はい。で、ちょっとこれ履きますね。今日もちょっとあったかめの加 <laughs> 工させてもらってます。今日もね、やっぱ寒かったですね、そこ。めちゃくちゃ寒かった。歓声が強かったんですよね。はい。じゃあ、これ。 きますちょっとね、カメラの位置も後で調整しますね。きます。せーの。はい、こんな感じですね。うん。やっぱいいっすね。<laughs> この色の組み合わせ可愛いっすね。まあ、この距離感で見たらね、多分ドット感あんまわからないと思うんですけど。やっぱね、光沢感が綺麗ですね。いい。すごくいい。<laughs> めっちゃ可愛い。 やっぱ買ってよかったな、って感じですね <laughs>。はい。ということで。えっ、ー、と、まあ、残り2色に関してはまたね、あの、改めて、どっかのタイミングで。まあ、リブート、んオーダーのやつと一緒にやっちゃうかなちょっとわからないですけど。うん。これもね、合わせてまた開封しようと思うので。じゃあ、そんな感じですかね。はい。ちょっとね、 うーん。なかなか思い通りに更新したいように更新できてない感じが <laughs> するんですけど。えっ、ー、とね、明日かな多分ね、明日あたり新しいカメラがちょっと届く予定なんですよ。ちょっと Vlog 用にね、買ったんですけど、そのカメラがね、届いたらまたちょっと Vlog 的なものをちゃんと撮っていきたいなとも思ってるので、まあそういうのもまたお見せできたらなと思っております。はい。ではー、 今日そんな感じですかね <laughs>。ちょっとね、えっ、ー、と、本当に、ちょ、近々、ちゃんとした動画はね、撮ろうと思っているので、そちら。あ、あと配信もですね。配信もな、明日できたらやりたいけどな。ちょっとね、予約次第というか、うん。できれば明日やりたいんですけど、って感じで考えております。はい。では、Thank you for watching my video. 本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でしましょう。Since next time. Bye.